今回は元フィギュアスケート選手の安藤美姫さんをご紹介します。安藤さんは愛知県名古屋市出身で1987年12月18日生まれの A 型です。身長162センチ、体重50キロ、スリーサイズは非公開ですが、バストは推定 C から D カップと思われます。安藤さんといえば、温和で人懐っこい性格を物語る丸く柔らかなフェイスライン。喜怒哀楽の感情をはっきりと感じさせてくれる大きくて艶のある口元が特徴ですね。大きな口からこぼれる笑顔は、何でも飲み込んでくれるような不思議な魅力を感じます。可愛らしく童顔な笑顔とは反比例した、ややむっちりとしたバストラインやヒップライン。フィギュアスケートという競技特性から来る常人離れした柔軟性などで、美しくもセクシーなスケートを見せてくれましたね。そんな安藤さんの魅力を詰め込んだのが、引退した年にリリースした、マイウェイ、安藤美姫写真集。彼女自身がセレクトした思い入れのある競技写真や練習風景、オフショットのおどけた安藤さんの写真が満載のこの一冊は、ファンならずとも一見の価値ありです。現役時代の安藤さんは、なんといってもジャンプが魅力のフィギュア選手でした。圧倒的な跳躍力を生み出す太ももやヒップ周りの肉付きの良さやセクシーさはピカイチで、下半身のダイナマイトさをしっかりと受け止める豊かなバストも素敵です。特に胸元が大きく開いた衣装が多かった安藤さん、セクシーダイナマイトという言葉は彼女のためにあるのではないかとすら思わせてくれました。切り抜き系の YouTube では衣装から胸がはみ出してしまいそうな安藤さんの競技映像がいくつか見られますので、ぜひチェックしてみてください。比較的恋の噂や話題も多かった安藤さんからはルックスだけではない色気が感じられ、そういった視点で見てみるのもありですね。また競技引退後もアイスショーに参加していた安藤さんの公式インスタグラムなどでは、ショーでのセクシーな衣装姿などもアップされていますので、要チェックです。安藤さんは、小学生からスケートを始め、ジュニアの頃からトップ選手として第一線で活躍します。ジュニア時代からシニアの大会でも上位入賞するなど大活躍だった安藤さんは、2002年にはジュニアながら女子選手として世界で初めて4回転ジャンプを成功させて一躍脚光を浴び、ジャンプでは他を圧倒していました。2007年、2011年には世界選手権で優勝し、バンクーバーオリンピックやトリノオリンピックの代表として日本を沸かせてくれましたね。2014年の引退後はバラエティ番組やドラマ、舞台や映画などと並行してアイスショーへの参加を続け、フィギュアスケートの人気拡大にも貢献している安藤さん。今後の活躍にも期待しましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。